プラウ。プラウとは、種まきや苗の植え付けに備えて、最初に土壌を工期する農具であり、トラクターの作業機である。これは歴史に記録される中で、最も基本的な道具であり、農業技術の進歩において代表的なものである。プラウ工の第一の目的は、土壌を反転させて、新鮮な養分を地表へと運び、作物の残差や雑草などを土中に埋め込んで、 腐食させることである。それは、土壌を空気にさらして、より水分を保ちやすい状態にすることでもある。現代においては、プラウで後期されて乾燥した補助をさらに、ディスクハローやバーチカルハローで再度してから箸を行う。プラウは最初、牛に惹かれていたが、後に多くの地域で馬によって惹かれた。工業国において、プラウを惹く手段の機械化は、最初は、 長気期,期間であったが、これは徐々に来年期間のトラクターにとって変わられた。過去20年間の間、土壌流出の問題がある地域で、プラウの使用は減少し、より浅い高気泡やより環境への影響が少ない高気泡に変わってきた。プラウは海底ケーブルの付設やサイドスキャンソナーで石油探査を行う場合などに、海の中で使われることもある。日本では、 新事項を横断して固定に、水道管を敷設するために、牽引式の巨大なプラウが使われたことがある。最初、農業が行われた時、ナイル川沿岸のように年に一度の洪水が肥沃な土壌を運んできた地域では、種を巻く溝を作るために携帯できるような簡単な木の防薬はが使われた。しかし、それほど肥沃でない地域で作物を作るためには、 定期的に土壌を反転させて、養分を地表に上げなければならなかった。おそらく紀元前6世紀初頭、インダス文明と同じ時期のメソポタミアでは、牛の家畜化が進んでおり、プラウを開発するのに必要な牽引力を人類にもたらした。最も初期のプラウはフレームに保持された垂直の木の棒で引きずって氷度を引っかくように使われ、世界の多くの地域で未だに使われている。 これは、プラウが通った土壌の表面を砕き、そこに作物を植えることができた。このタイプのプラウでは、どうしても耕されずに残る列ができるので、しばしば横方向からも耕された。そのことによって、畑は四角形の形になっていった。北ヨーロッパの考古学では、このようなほぼ四角形の畑は、ケルト人の畑と呼ばれる。ギリシャ人は、 その名の通り切断面が前方に曲がっているクルックド・プラウで、プラウの構造を進化させたようだ。プラウの切断面はしばしば正道で、後には鉄で覆われていた。金属は高価であったので、戦が始まれば、それを溶かして打ち直した兵器に作り替え、平和になればまたそれを元に戻した。このことはおそらく、聖書に見られる何時の刀をプラウシェアに打ち直した。 という文章の元になったと思われる。モールドボードプラウは、ボトムプラウと呼ばれることもあるが、これらは同じ意味である。他連のプラウにおいて、一つ一つのプラウをボトム、それらが組み合わされた、作業機全体をプラウと呼ぶことがある。プラウの設計における大きな進歩は、カッティングブレードに補助され、モールドボードを持つプラウだった。コールター、あるいはナイフが、 シェアのすぐ前の地面を垂直に切断する役割を持ち、フレームに支えられたランドサイドとモールドボードの前面及び下面がなす。くさび型は地面ので作用する部分である。前方から馬などの牽引力を伝える上部のフレームにはコールター及びランドサイドのフレームが取り付けられている。それぞれのプラウのサイズと一度に何列の工期を行うように設計されているかによって、 一つか、またはそれ以上の車輪によって、フレームが支えられている。一連のプラウの場合には、ノーフが、その進行方向を操作できるように、前方に一つの車輪と、後方に、ハンドルが備えられている。まず、コールタが補助を引きずられながら、土壌を垂直に切断し、その垂直に切断した後をシェアが続いて水平に、切断する。この四角く切断された土壌は、 シェアによって持ち上げられてから、モールドボードに運ばれて、さらに押し上げられる。プラウが前進する間、土壌は連続して切断され、持ち上げ続けて、先に通った時にできた溝に上下がひっくり返るような形で放出される。土壌が持ち上げられ、動かされた後にできた地面の溝は、歴光と呼ばれる。持ち上げられた歴度は前の工程で作られた。 歴状に約45度の角度でもたれかかるように乗せられる。このように連続して後期を進めると、歴度の一部は歴高に落ち、一部はすでに後期された歴上にかぶせられる。この列を目で見てみると、進行方向の左側にはまだ後期されていない。補助が、広が、歴高、今しがた反転した。 歴上が前に反転された、歴上におよそ半分ほどこむるようにもたれかかり、そしてさらにその向こうの補場が見える。それぞれの土の列と溝は古いシワを連想させる。モールドボードプラウは補場の準備にかかる時間を大幅に短縮し、結果として農家はより広い範囲で工作することが可能となった。さらに、工期された土壌が作る。 歴来程高い畝の形状は水路を形成し、土壌の乾燥を促進する。積雪が問題になる地域では、雪解け水が迅速に排水され、より早く発種作業に取り掛かることができる。モールドボードプラウ、5つの主要な部品攻期された出部の名称をシェアからプラウの後部に広がるランナーは、プラウの方向を制御する。 なぜならそれはランドサイドの下の角を指示して新しい列機構を形成するためでそれが押さえつけられる力は列度の重量やモールドボードの局面に沿って持ち上げ反転させられる土の力に匹敵するこのランナーがあるためにモールドボードプラウはスクラッチプラウよりも方向を変えがたいそのためほとんどの正方形の補助が より長い長方形の補助と呼ばれる絵型の変化を引き起こした。そしてハロンという距離の単位へと続く。基本的な設計の進歩は、プラウシェアで、モールドボード先端の水平の切断面が交換可能となった。基本的なモールドボードプラウにおいて、後期する深さは、歴行の中でのランナーの立ち上がりで調整され、その深さは、農夫がプラウを容易に持ち上げられる程度の重さに、 制限される。この制約により、プラウの構造は、金属製のプラウシェア以外は、少量の木材で製作された。このプラウはかなり脆弱で、北ヨーロッパのより重い土壌を工期するのには、不適当であった。しかし、プラウの重量を支えるランナーに変えて、車輪を導入したことにより、プラウの重量がより重くなっても取り扱いできるようになり、 はるかに大きい金属製のモールドボードが使用できる、うになった。これらのヘビープラウは、西暦600年頃の大規模な食料増産とそれに伴う人口増加に貢献した。鉄製のヘビープラウにおいて、鉄で木を覆ったものや、純粋に鉄製のプラウは、紀元前6世紀にはすでに中国で使われていた。これらは、世界で最初の鉄製のプラウであった。 多くの発明にもかかわらず、ローマ人は、車輪のついた、ヘビーモールドボードプラウを開発することができなかった。北イタリアの文書によると、最初に、ローマ人が使った記録があるのは643年後で、ある。スラブ語圏における古い単語にヘビープラウと、その使用を示唆するものがあることから、これらの地域は、より早い時期から使用されていたものと考えられている。ヨーロッパでは、 8世紀後半から9世紀前半に北ヨーロッパにおける団地ごとの隣作を行う生産性の改善手法に伴い、モールドボードプラウが一般的に使われるようになった。フランスの中世農業主屋であるマルク・ブロックによる研究では、アライレは車輪がなく畑を引きずって横切らなければならなかったが、チャールは車輪に乗せられていた。 と二種類の異なったプラウの名称の存在を示した。コールター、プラウシェア、およびモールドボードを備えた基本的な構造のプラウは、千年の間にわたって使われ続けた。設計の飛躍的進歩があっても、17世紀後半から18世紀にかけての啓蒙時代になるまで、広く一般に普及することはなかった。モールドボードを備えた。 中国のカラスキは17世紀にオランダ人の船員によってオランダに持ち込まれた。そしてその頃、イギリス人に雇われていたオランダ人がイギリス東部の沼地とサマセット地方のムーアを排水するために彼らは中国のカラスキを持ち込んだ。イギリス人はこれらの中国のカラスキを中国のプラウと呼ぶ代わりにバスタードダッチプラウと呼んだ。したがって オランダ人とイギリス人はヨーロッパで初めて最も効率的な中国のプラウを体験していたことになる。チャイニーズスタイルのプラウはイギリスからスコットランドへとオランダからアメリカとフランスへと広められた。イギリス、ロザラムのジョセフ・フールジャムは1730年にロザラムプラウの基本型としてこの新しい形を採用し、モールドボードは鉄で覆われていた。 ヘビープラウとは異なり、ロザラムプラウには完全なコールタ、モールドボード、およびハンドルがあった。それは従来の設計よりはるかに軽量で、イギリスで非常に人気となった。もしかすると工場で量産された最初のプラウかもしれない。ジェームズ・スモールはさらに設計を向上させた。彼は数学的手法を使い、一辺の鉄から中鉄に、 至るまで様々な設計で実験を繰り返し、スコットランドプラウと呼ばれた。また、一体型の中鉄製プラウは、アメリカでチャールズ・ニュー・ボールドによって開発され、特許を取得した。これは、ニューヨーク、スキピオの単野職人、ジェスロウッドによって、再び改良され、スコットランドプラウを3つの部品に分割し、壊れた部品だけを交換できるようにした。 1837年にジョンディアは最初の鋼鉄製プラウを発表した。アメリカの以前には農耕には不適当であると考えられていた地域の農地を耕すことができるようになったのはこのプラウが鉄製のものよりもはるかに強靭だったためである。その後の改良の方向性は夜勤による材質の改善に向かった。鋼鉄製のコールタとシェアと より柔らかい鉄製のモールドボードの組み合わせは、破損を防ぎ、焼き入れ処理を行って、表面硬化処理を施した、鋼鉄製プラウ。そしてついには、コールタを不要にするほどに強靭なモールドボードに、成長た。日本においてプラウは、その伝来の経緯から、スキと呼ばれ、カラキ、トーカラスキ、もしくは首引きスキ、首引きスキ、首引きスキや牛引き好き、牛引きスキ。 馬引き好き、馬引き好き、牛好き、馬好き、牛好き、牛好き,き、馬好き,き、馬すきとも呼ばれていた。正倉院に収蔵されている古巣鉄らすき、根の火の手から、すきは758年正月の行事に使われたと伝えられており、また、滋賀県草津市の中葉大石からは、平安時代の唐きが出土している。なお、牛馬に牽引させる好きと手に持って使う農具の好き。 異なる農具である。また、カラスキという漢字は、俗字扱いであり、政治体は、理である。カラスキの種類には、中国から伝来し、大化の改新の時代、時の政府が推奨した、長床カラスきと、朝鮮半島からのトライ人がもたらした、無償カラスキがあり、長床カラスキは、ブラウのヒールに相当する床が長く、安定して後期することができて、取り扱いやすい反面、 大きな牽引力が必要で、長い床のために深く耕すことができなかった。一方、無償ラスキは、床がないために深く耕すことができたが、取り扱いには熟練を要し、その取り扱う姿から抱え持った手すきとも呼ばれた。最初に、カラスキが伝来した九州の北部をはじめ、西日本ではカラスキを使っての工期が盛んであった。後に、 明治から大正期にかけて長床から好き、無償から好きそれぞれの長所を取り入れた日本独自の単床から好きが作られ、蓄力による利口が全国的に普及した。その後、牛や馬による蓄力から内燃機関を原動力にしたティラーや幸運機へと牽引の動力は移り変わり、昭和30年代、幸運機によるロータリー移行が普及したことにより、稲作でのラ好きによる 高気法は衰退した。日本で、プラウが使われた始まりは、一般に明治4年、1871年、米国政府の農務局長であったホーレスケプロンが、開拓士の顧問として招かれた際に持参したと言われているが、プロシア人ガルトネルが、エゾ地70村の開墾に持ち込んだものの方が早く、この道具は明治4年に、ケプロンの部下である、 トーマス・アンチセルが70回根性を視察した際に確認されている。欧米のプラウはヨーカラスキと呼ばれ、それに対し中国から伝来し古くから日本でも使われていたカラスキはワカラスキと呼ばれた。旗作をはじめ現在では水田での添削作物にも広く使われている。明治三年仙台藩の一門である渡りの伊達国重は 自費を使って、家臣と共に、北海道を薄郡、現在の北海道立市に、集団移住し、開拓市の指導を仰いで明治七年により、西洋用の大に予蓄力工法を始めた。民間では最小となる、西洋用の大を使った開墾であり、当時、全道で保有していたプラウの約半数が、伊達で使われていたことから、プラウ港の先進地となった。その後伊達では、 米国から輸入されたものを参考に炭素焼きによる独自のプラウを製作。この技術をもとに小西農機を設立し、伊達の赤プラウと呼ばれた。これに対し、上フラノでも菅野豊洋寺が独自のプラウを製作、赤プラウに対して白プラウと呼ばれた。2017年9月5日に国立科学博物館の定めた重要科学技術史資料、通称 未来技術遺産の第002375、第002385として、菅野農機製のプラウ2点が登録された。明治時代前後にカラスキアプラウを製造し、現在も存続する企業を夏季に列挙する。最初のモールドボードプラウは、そのモールドボードの形状から土壌を特定の方向にのみに反転させ、畑は長いストライプ状の後期跡になる。通常、 プラウは補助を時計回りに回るように使われ、長辺は後期し、短辺は後期せずにプラウを引きずって移動した。この後期する距離の長さが伝統的な補助の一辺の長さとして、ハロンとして定着した。補助の長辺、1ハロンは220ヤード、短辺はプラウーで往復する幅の区切りとして、22ヤードを1チェーンとし、 この1ハロン1チェーンの長方形の面積は1エーカーとなり、エーカーという面積の単位の起源となった。プラウの時計回りによる一方向のみの使い方は、土壌を補助の周辺から中央に寄せ集める。毎年、同じ場所で時計回りを繰り返すと、土壌は補助の中央に丘のように盛り上がり、いくつかの古くから続く畑では、そのような地形を見ることができる。 ターンレストプラウは、どちらの方向にも耕すことができるプラウである。モールドボードは、稼働し、ある向きでは右側へ土を反転し、別な向きでは違う面を使って左側へ土を反転する。このようにして作業をすると、次々と隣接した列を後期しながら連続して往復することができ、畑がデコボコになるのを避けることができる。牛に牽引される初期の鉄製プラウは、 1000年もの昔と同じように、プラウの後ろについて歩く方式で、農夫はプラウの両脇から伸びるハンドルを握って操作していた。鉄製プラウは根や土くれを容易に切断することができるため、絶え間なく葉の動きを調整する必要がほとんどなく、とても簡単に土の中を牽引することができる。その結果、それほど時間もかからずに、最初の常用プラウは現れた。 これらは、車輪がプラウと地面の深さを調整し、今まで歩いていた農夫は備え付けられた椅子に腰掛け、方向の制御は主にプラウを引く牛馬を通じて操作し、細かい微調整はレバーでいった。この常用のタレンプラウは、非常に急速に普及し、プラウ工の作業能率を劇的に向上させた。綺麗で軽い土壌であれば、一頭の馬で一つのプラウを引くことができるが、 重い土壌では2頭の馬を必要とし、1頭は未耕地を、もう1頭はカラスキウカの中を歩く。2連以上のプラウでは2頭以上の馬が必要になり、普通その中の1頭以上はプラウで、すでに放棄された柔らかい土壌の上を歩かなければ、ならず、その馬にとっては困難を極める。そのため、30分ごとに10分ほどその馬を休ませるのは普通のことであった。 ニュージーランドでよく見られる重い火山性のローム度では二連のプラウを引くために四頭の屈強な馬を用いる。歩助が正方形に近い場合は前後に二頭ずつ配置するよりは四頭をハーネスを使って横に並べた方が経済的であり、それに伴い常に一頭の馬は後期された土の上にいる状態になる。アーミッシュの農家は春に プラウで後期する際に約7頭立ての馬から輪を使用する傾向があり、そしてしばしばお互いがプラウでの後期作業を助け合う時には、正午をめどにその馬たちを時々交換する。この方法で軽い土壌ならば約10エーカー、10年度の土壌でも約2エーカーの面積をプラウで1日に後期することができる。移動式の蒸気機関である蒸気自動車の登場により、 1850年頃から蒸気の動力がプラウ工に応用されるようになった。しかしヨーロッパでは重い蒸気機関の重量を支えることができないくらい柔らかい土壌条件であった。その代わりにバランスプラウとして知られる車輪を備えたシーソー状のプラウが畑を横切るワイヤーケーブルに牽引され畑の両サイドに位置する蒸気機関がそのワイヤーを交互に引いた。 バランスプラウは向き合った二組のプラウを備え、片方が後期しているとき、もう片方は空中に浮いていた。一方の方向にプラウが引かれると、牽引されるプラウは、ワイヤーケーブルの張力で地面へと突き刺さり後期を行う。プラウが補助の端に達したとき、反対側のワイヤーが他の蒸気自動車によって引かれて、バランスプラウはシーソーのように傾き、今度は逆の方向に向かって、 プラウが後期することができた。バランスプラウの片方は土を右に反転させ、反対側のプラウは左に反転させることによって、ターンディストプラウやリバージブルプラウのように補助での連続したプラウ庫を実現した。19世紀中頃に蒸気自動車とバランスプラウによる後期法を発明して称賛された人物は、イギリスの農業技術者であり、発明家でもあるジョン・ファウラーであった。 アメリカでは固く締まった土壌のために蒸気トラクターで直接プラウを牽引することが可能でビッグケース、リーブス、ソーヤーマッセーラがこの分野を切り開いていて最大で14連のギャングプラウが使用された。しばしばこのような大型のプラウを装備した蒸気トラクターが編隊を組み1枚の畑に十0台もの蒸気トラクターが並ぶこともあった。このようにして ついたちに何百エーカーも後期することが可能となり、唯一蒸気機関だけが大型のプラウを牽引するパワーを持っていた。内燃機関のトラクターが登場した時、彼らが大型の蒸気トラクターと比較したのは力強さでも頑丈さでもなく作業をこなすために必要なプラウの台数をいかに減らせるかのみだった。スタンプジャンププラウは1870年代に オーストラリア人によって発明され、新しく開墾した農地で、多くの木の切り株や岩などを除去するのに、多大な資金がかかるを抑えるために設計された。プラウは、所定の位置にプラウシェアを保持するために、可動式の重りを使用する。木の切り株や岩石などの他の障害に遭遇すると、プラウシェアは髪型に振り上げられて障害物をかわして、プラウのハーネスやリンケージが破損することを防ぎ、 障害物を乗り越えると重りの作用で元に戻り後期を継続することができる。その後開発されたディスクプラウはより簡単な仕組みで湾曲した円盤を進行方向に対して大きく傾けてセットして土壌に食い込ませ円盤が壊れない程度の何かの大きな衝撃が加わると回転するように障害物を乗り越える構造であった。円盤が進行方向に引きずられるとき 円盤の鋭い円が土壌をカットし、湾曲した円盤の表面が回転しながら、土壌を上に持ち上げて、脇に投げとは、モールドボードプラウと同じくらいに土壌を反転させるわけではないが、土壌流出の防止に効果があるのでこれは不都合とは考えられておらず、ディスクプラウも土壌を持ち上げて砕く作用がある。近代的なプラウは三点リンクを介して、トラクタに装着され、普通は、 多連のリバージブルプラウである。これらは一般的に2連から7連で油圧式の補助輪を備えた半自家装タイプでは18連前後のももある。プラウはトラクタの油圧装置を使って上昇させたり反転させたりするほか好奇心や幅を調整するのにも油圧が使用される。オペレーターはプラウが土の中で適切な角度で牽引される点リンクを制しなければならないが、 近代的なトラクタではこの角度と更新を自動制御している。また、もしトラクタにフロント3点リンク装置が装備されていれば、2連か3連のプラウをフロントに装着することもできる。リバーシブルプラウは2組のプラウが背中合わせに取り付けられており、片方のプラウが土を右に反転させ、もう片方は左に反転させる。一方のプラウが途中で後期しているとき、 もう片方は逆さまの状態で何も作用しないまま、ただ運ばれる。後期作業が補助の端まで来た時、プラウを反転させて逆向きのプラウを使う状態にし、そのまま次の列の後期を再開することができる。これにより補助の一方から一貫した方向に後期作業を進めることができる。チゼルプラウは部分後期で進行を行う一般的な作業機である。 このプラウの主な機能は、作物収穫後の残砂を土壌表面に残したまま、土壌をほぐして空気にさらすことであり、度重なる、プラウ作業で固くなった土中の板を破砕して、等圧の影響を緩和するのにも役立つ。他の多くのプラウと違い、シゼルプラウは土壌を反転させる作用はない。この特性は不幸期、あるいは半不幸期栽培において、年間を通じて土壌表面に、 有機物を残して土壌流出を防ぐことに役立ち、モールドボードプラウに比較して、チゼルプラウはより長期的に持続可能な農業ができると考えられている。チゼルプラウは普通に1 0 0から 300mm の深さで工期するようにセットされているが、機種によってはそれより深く工期するタイプもある。それぞれのプラウは普通230から 305mm 程度の 間隔で並べられている。このプラウは牽引抵抗が大きく、トラクターに十分な馬力と牽引力を要求する。チゼルプラウでの作業を計画する際には一本のシャンクあたりに10から15馬力が必要であることを覚えておかなければならない。リジプラウは、畝で栽培されるジャガイモや長ネギのような野菜の栽培に使用され、畝と畝の間の土を畝へと盛り上げるバイドと呼ばれる。 作業に使われる。リッジプラウは2枚のモールドボードが背中合わせに組み合わされた形状をしており、土を両側の畝に高く盛り上げるように採用する。このリッチプラウは作物を収穫する前作業として畝を崩すために使われることもある。モールプラウは溝を掘らずに暗渠排水の穴を土中に開けたり、土壌への水の浸透を妨げる。 不等水槽を破砕するのに使われる。これは、非常に深い場所に作用するプラウで、魚雷型、またはくさび型の弾丸と、それをフレームに接続する細長い刃で構成されている。この作業機を使用すると、地面の深い場所に細い水路が形成され、その水路は排水路として機能する。また、近代的なモールプラウは水路を形成すると同時に、 柔らかいプラスチック製のシートパイプを付接することができ、高級的な排水路として使用したり、あるは灌溉の目的で用水を送り込む水路としても使用されることがある。モールドボードプラウコーは急速に土壌資源を使い果たす可能性があり、非常に破壊的な農法であるとして認識されるようになった。たとえ短期的には成果を上げたとしても、 長期的に見ればその理由を理解することとなる。プラウコーで後期された畑は、害虫の幼虫や雑草の種子を土中深くに葬り去り、一般的に一度は波外れた収穫量を上げる。しかし、最初の収穫の後にも、継続的にモールドボードプラウコーを続けると収穫量が大幅に減少するであろう。モールドボードプラウコーによる収穫量の減少は、 多くの副作用の結果と考えることができる。プラウコーによる悪影響の一つは風雨による土壌流出を劇的に加速させることであり、流れ出した土は他の場所や海などの水域に堆積してしまう。また、プラウコーは1930年代に米国で発生した土ぼこりの嵐であるダストボールの原因であると考えられている。 不幸期裁判などのプラウ工からの代替手段には土壌流出の被害を食い止め農業を継続し得る可能性がある。右の図はプラウを構成する部品を表している。他の部品はフロック、ランナー、ランドサイド、シン、カバーボードやハンドル等がある。現代のプラウや一部の旧型のプラウはモールドボードがシェア及びランナーから独立しており、これらの部品が摩耗して交換する際にも モールドボードを同時に交換しなくても良いような構造になってはいるが、結果的に土壌に接触する部分はすべて真滅する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。